北国新聞ニュースをお伝えします国民文化祭まであと3日その開幕に合わせ県六園ではスマホで利用できる音声ガイドが園内のおよそ30カ所に導入されます県六園観光協会によりますと園内のガイドツアーは北陸新幹線が開業してから個人客の需要が増える一方案内するガイドの不足や 高齢化など課題が浮上していましたこのため観光協会はスマホの位置情報機能を利用した音声ガイドサービスの導入を決め国民文化祭期間中の今月14日から来月26日まで無料公開することにしましたこのサービスは県六園巡りと名付けられ スマホに表示された地図にある音声スポットを訪れると、名所の説明が流れる仕組みになっています。音声スポットは、琴路道路や唐先の松などおよそ30カ所あり、鎮災池や関嶺島など、あまり観光マップに乗らない名所も含まれています。ガイドでは、琴路道路の場合、琴の糸を支える琴路に似ているといった 一般的な情報に加え元テレビ金沢アナウンサーの戸丸昭子さんの解説で江戸時代は左右の足の長さが同じだったことや曲水のそばの敷石は実は水道管などより深い説明を聞くことができますおよそ1000人の小学生で厳じる1 0 0人歌が加賀市内で行われ 能の町を受け継ぐ心意気を示しました。加賀市教育委員会は、国民文化祭の応援事業として、かつて大正寺藩主がたしなんだ、能の文化を後世に伝えようと、千人舞台を企画しました。この取り組みには、加賀市内の小学校17校から、5、6年生およそ千人が参加し、豊昌流能楽師 佐野幸喜さんの指導で先月から練習を続けてきました本番の昨日子どもたちは加賀市文化会館で脳・羽衣の歌いを披露し会場にろうろうとした歌声が響くと大きな拍手が送られました来月5日に行われる映画レディー加賀の試写会が募集初日で 五百人の定員に達しました。加賀温泉郷舞台にしたレディー加賀は、タップダンサーを夢見ていた小芝風花さん演じる旅館の一人娘が東京から戻り、仲間の若女神たちとダンスショーの成功を目指すというストーリーになっています。加賀市民向けの試写会は来月5日に予定され、事務局の 市観光交流課によりますと昨日午前8時半から参加者を募集したところ受付開始から電話が鳴り止まずインターネットによる申し込みも殺到し初日で500人の定員に達しました事務局の担当者は映画に対する関心の高さの表れだろうと話していました映画レディーカガは来年2月2日に 石川県内で先行公開された後2月9日に全国公開されます金沢21世紀美術館で開催中の香取信号展を PR する街頭フラッグが明後日まで抽選で入場者にプレゼントされています北国新聞の創刊130年を記念した カトリさんの個展 Who am I は先月16日から始まり会期は今月15日と残りわずかです北陸で初めて開催された今回の個展には光と闇をテーマにおよそ200点の作品が紹介され街頭フラッグが開催 PR に一役買っていましたあさってまでのプレゼント企画では街頭フラッグが いちいちに1枚だけ抽選で入場者に贈られ初日の昨日は野々市市の夫婦が金沢独自のお宝を手にしましたフラッグは縦8 4ンチ横5 0ンチの大きさで香取さんのビジュアルが施され背景は金沢店オリジナルの紫色になっています。鈴市 多田小学校の子どもたちが、新聞の読み方や記事の書き方を学びました。昨日の学習会は、鈴市と北国新聞社が結ぶ包括連携協定に基づいて開かれ、多田小学校の5、6年生13人が参加しました。講師を務めた北国新聞社の山本義久、鈴市局長は、 新聞記事の構成が重要なポイントを先に書いていく逆三角形になっていると新聞の読み方を説明しました。また新聞記事を例に「いつどこで誰が何をなぜどのように」の6つの要素に絞り込んで書くと相手に伝わりやすくなると文章の書き方をアドバイスしました。参加した児童は これから新聞を読むときは文章の構成も気にかけたい新聞に興味が湧いたポイントを整理して文章を書きたいと話していましたこの学習会は今後も鈴市内の小中学校で開かれ児童や生徒たちがそこで学んだことを活かして広報鈴に自分たちの学校を紹介します 山本支局長はこれからも皆さんの身近な話題を鮮やかな紙面で伝えたいと仕事への熱意も示しましまた。北国新聞ニュースをお伝えしました。